それではですね、少し、開会が遅くなりました、申し訳ありません。本日はですね、消費者庁新未来創造戦略本部の、日下部審議官が、わざわざおいでになってくださってますので、最近の状況についてですね、いろいろお話をいただきたいとまず思います。よろしくお願いします。消費者庁で、新未来創造戦略本部徳島でございます。本部で審議官してて次長してます草壁でございます。それでは資料の1に基づいてご説明させていただきたいと思います。この新未来創造戦略本部でございますけれども、1ページ目ご覧になっていただきますと、左側に、設置日って書いてますけれども、昨年の7月30日に徳島県の県庁舎10階に恒常的な拠点として設置されました。それまで3年間は試行的に滞在しておりましたけれども、昨年の7月からは恒常的な存在として置いております。また主な業務としては、左下にモデルプロジェクトと、右下に国際消費者政策研究で書いてますけれども、モデルプロジェクト、いわゆる徳島県をはじめとした実証フィールドでさまざまな事業を行って、それを全国の向けた施策に展開していこうという話、それから調査研究、このいずれを両方を柱として徳島では活動しているところでございます。この本部の、本部長は東京の消費者庁長官でございますけれども、私が現地で次長として滞在しているということになります。また事務所にはさまざまな自治体からも来ていただきまして、兵庫県、鳥取県、それから和歌山県のからも人を出していただきまして、大変ありがとうございます。感謝して大変活躍していただいているところでございます。それから主なプロジェクトをいくつか紹介させていただきますと、3ページをご覧になっていただければと思います。SNS を相談した消費生活相談ということでございますけれども、一般的に消費者生活相談は電話とか、それから来所をして解決することが多いわけですけれども、最近の若者はあまり電話もしないし、知らない人に会いに行くこともあまりしないということで、少し掘り起こした方がいいんじゃないかということで、 SNS の相談を始めた方がいいだろうということで、いくつかの自治体で実証実験をさせていただいております。令和2年度は徳島県と広島市でしたけれども、徳島県では令和元年度にもちょっと小規模で実験させていただいたことでございます。で、令和3年度、今年度ですけれども、京都府、それから兵庫県、和歌山県、ほかでもですね、少し実験をさせていただこうということで考えております。また、徳島県におかれてはですね、もう2年連続実験をしたということで、今年からは徳島県自らが SNS相談されることをスタートすると、まもなくスタートされるというふうに聞いているところでございます。まもに LINE を使った相談でございますので、若者にとってはつきやすいんじゃないのかなと思っているところでございます。4ページ目ですけれども、社会の扉を活用した事業の実施効果ということでございますけれども、来年の4月から成年年齢が引き下げされるということで、若者への消費者教育は非常に大事になってくると、特に高校生での教育が大事になってくるということで、この事務所がですね、まだ恒常的な拠点になる前から徳島県においてはすべての高校で、そういった社会の扉という文部科学省と消費者庁で作った教材を使った消費者教育の授業を、一足先に実施していただいています。その結果として追跡調査を1回だけしまして、当時高校1年生授業を受けた人が高校2年生3年生になってもどうだったのかということを追跡調査していただいたところですね、真ん中のグラフを見ていただきますと、その中にクイズ12問あって、それを毎年同じ質問を3年間続けて行ったわけですけれども、授業前と授業後を比べますと、授業後にやっぱり少し点数上がるんですけれども、少しその後1年後2年後高校3年生になった時は下がるわけですけども、それでも授業を受ける前よりは高いということで、なかなかやっぱり消費者教育の効果ってやっぱあるんだろうというふうに思ってまして、我々としてもその消費者教育をすべての高校で実現していくためにですね、社会の扉を使った事業を中心としてですね、なるべくちゃんと事業をやっていただきたいということを各自治体にもお願いしているというところでございます。続きまして5ページ目でございますけれども、特別支援学校向け消費者教育の教材ということで、先ほどのすべての高校で実施した社会の扉というのは、普通の高校向けということでございますので、支援学校向けには少しまた違った資料が必要だろうということで、
右下に少しパワーポイントのちっちゃくした絵が出てますけども、まあ、こういうパワーポイント形式で1ページにそんなに情報を詰め込まずにですね、支援学校で使いやすいような形の教材を作ろうということで、徳島県および東京都の支援学校の協力あるいは有識者の協力を得ながら今こういう教材を作っておりまして、今年度はこのとりあえず1回案ができましたので実際にいくつかの学校で、そういった授業をやってみてさらにこの教材を必要があればブラッシュアップしていこうということを考えております。それから6ページ目でございますけれども、見守りネットワーク、これはどういうものかと申しますと、高齢者の被害を防ぐためには高齢者を見守っている方々にもう少しこう消費者マインドを持っていただく必要性があるかなと、あるいは何かあったらすぐ消費生活センターにつなぐと、そういったような接点というのをもっと増やしていくべきだろうということで、そういう消費者安全法に基づいた見守りネットワークというものを作りましょうということをお願いしてまして、それをできれば全自治体に作っていただくといいかなということで今消費者庁としても動いているわけでございますけれども、これができるとですね、高齢者を見守っている方々が少し消費者問題に多少こう感度が高くなることによって、例えばちょっとこの高齢者危ないなと思ったら早めに消費生活センターに相談するとか、そういう適切なところにつないで解決するなり、あるいは予防するといったことができるようになるんではないかということで、そういうのを全ての自治体で作るためにですね、まずは徳島県は一足先にそういうネットワークは作っていただきましたので、今度それが実効的になるかどうかとかですね、まだその自治体によっては非常にうまくいっているところと言っていないところございますので、そういうところを少し分析してそれを全国に展開していくときの参考にしていこうということを行っています。また徳島以外でもまだネットワークができていないところには消費者庁の職員がですね、必要があればお出かけしてご説明したりもいたしますので、そういったこの間は京都府にもですね、いろいろ職員が行かせていただいて、職員の皆様といろいろ協力して自治体を回ったということもございますので、そういうことも積極的にやっていきたいというやっているところでございます。それから7ページ目でございますけれども、消費者志向経営の推進って書いてますけれども、消費者志向経営は何かと言いますと、ちょっと字が小さくて申し訳ないんですけれども、この写真の左側に少し字が小さくありますけれども、3つの要素があって、1つはその皆さんの声を聞く、これは従業員の声、それから消費者の声を聞いてそれを経営に反映していくということはもちろんのこと、それからこれ SDGs に結びつくような未来への関わり、持続可能な社会の取り組み、それから3つ目はコーポレートガバナンス、これは当たり前なんですけれども、この3つの要素を満たしてやってますということを宣言してくださいということを消費者庁行ってまして、でその宣言してきたところの中から被害者にはですね、表彰、特命大臣表彰ということも行っています。で今のところ全国では230数社が宣言していただいているんですけれども、今我々としては非常に四国の会社に力を入れているということもあって、徳島県とか愛媛県がものすごいたくさん 4,50 社ぐらい宣言していただいているということでございます。でここの写真出てます広沢自動車学校さんというのは徳島の自動車学校なんですけれども、この表彰を受けたことによって、業績も非常に上がったということでございますので、そういうメリットもあるんですよということも今我々としては伝えているということでございます。それから次の8ページでございますけれども、エシカル消費ということでございまして、倫理的な消費というふうに日本語で直訳すればそういう意味ですけれども、社会のことを考えた消費をしていくということで、さまざまな今自治体でこのエシカル消費取り組んでいただいてますので、消費者庁としてもそれをなるべくサポートしていきたいと考えています。その消費者志向経営もエシカル消費についてもいずれも弱い消費者対強い事業者という観点ではなくて、消費者と事業者が力を合わせて社会を変えていくなりいい社会にしていくという目指した方向の一つということでございます。9ページ10ページ10ページはちょっと研究部門なのでちょっとそれは詳しくはご説明しませんけれども、最初の9ページの方は経済学者と組んで消費行動を分析すると、で10ページの方は高齢者の認知症ということでお医者さんと組んで、その認知症のどういう種類の認知症によってどういう消費者トラブルが違うのか、こういうのも研究していただくと、それから11ページ目は法律の研究ということで民法の先生などの協力を得ながら国際的なデジタル関係の法律、特にヨーロッパの法律とがどう違うのか、どういう経緯になっているのか、そういうのを研究していただくという、そういう研究も有識者の協力を得ながら行っていると。で最後ですね、12ページですけれども、シンポジウムの開催ということで、徳島県ではですね、2年ほど前に G20 の国際会議を盛大に開催したということもありますので、それをレガシーとして国際会議を引き続き実施していこうということで、最近はちょっと外国人直接呼べないのでオンラインですけれども、いくつか会議を開催していっているというところでございます。で最後、13ページでございますけれども、
消費者教育の推進、来年の4月で成年年齢引き下げになりますので、各自治体に来られても高校生が被害に遭わないように消費者教育の推進と進めていただけると大変幸いであるとともに、高齢者の被害を防ぐための守りネットワーク、それから、企業、せっかくですので消費者志向宣言というのをしていただくと、その自分たちの会社がそういう方向を向いているということが、対外的に明らかにすることもできるし、我々のホームページにも宣言費用は載せますので、そういうメリットもあるということでございます。またエシカル消費についても、すでに各自治体で大変取り組まれているところを引き続き取り組んでいただければ大変幸いでございます。短いですけども以上説明させていただきました。ありがとうございました。それじゃあ泉さん、コメントお願いします。はい、まず草壁次長さんには関西広域連合こうしてお越しをいただきまして心から歓迎申し上げたいと思います。今ご説明いただきましたように和歌山県、兵庫県、そして鳥取県からお越しをいただいております。またさらに今年は四国の3県、こちらは元寄りのことなんですが福岡県、そして広島市からもおいでをいただいているところでありまして、やはりこの関西広域連合の地、四国、中四国と、こうしたところが国家的なプロジェクト、これをどんどん進めるフィールドとしてもご協力をいただいているということですので、さらに関西広域連合の皆さん方には関心を高めていただければと。そして今 D20 消費者政策国際会合、このお話もいただきました。そのレガシーとしてコロナ禍ではありますが、リアルとそしてオンライン、ハイブリッド形式で国際のシンポジウム毎年行っております。特に今年は戦略本部開設1周年ということもありまして、9月にそのシンポジウムが7月にシンポジウムが開催をされたところであります。また10月こちらは SDGs、 これも関した形のシンポジウム、これは徳島県が主催で、そして9月の9日に関西広域連合主催で、これはオンラインウェブで実は経営推進セミナーを行っていただいたところでもあります。先ほど消費者志向経営、この話もあったところでありまして、先ほど四国を重点的にというお話がありましたが、何度もこの場でも、あるいは関係連の皆さん方、関西経済界の皆さん方にも提言をさせていただいておりますが、やはり省と大阪を抱える関西広域連合の地でもありますので、関係連などこうした皆様方が中心となって、消費者志向経営、東京ではないんだと、関西なんだといった点をこれからももっともっと高めていただくように、ここは連合庁をはじめ皆さん方からも経済界とのさまざまな会議ありますので、こうしたところでも提言をお願いをいたしたいと思います。そして今後大変重要になってくるのが、来年4月に迫ってまいりました成年年齢の引き下げということで、実は D20 の時にもデジタル社会における消費者政策新たな課題ということで、若年者への消費者教育、これが大変重要だと、ネット上でどうしていくか、デジタル教材をどうするか、ちょうどギガスクール、こちらも今出来上がっているところでありますので、こうしたものを大いに活用して、そして若年者の消費者被害、これをしっかりと防いでいく新たな体制を構築していく絶好の機会が来ていると考えておりますので、こうした先進の地もぜひ関西広域連合の地であると、こうした点ぜひよろしく私の方からもお願いをいたしたいと思います。以上です。ありがとうございました。せっかくですから何かございませんか、他の方よろしくございますか。それじゃあ今日はどうもありがとうございました。それでは次の議題に移りたいと思います。次は若干慣例化してますが、関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について、広域防災局、広域医療局、からよろしくお願いします。はい、広域防災局でございます。資料2をお願いをいたします。3ページでございます。別点の1-1でございますが、関西圏域におけます感染症の発生状況につきましてご報告を申し上げます。下段、まず1、ステージ判断指標の状況です。これは11月14日日曜日時点の状況でございますが、関西圏では右から3列目、人口10万人対新規陽性者数は、前回の委員会では3人でございましたが、今回半減しております、1.6 人となっております。
また、左から5列目、重症病床使用率、前回 5.7% でございましたが、またこれも半減し、2.2% に減少しているなど、各指標とも落ち着いている状況が続いております。4ページをお願いをいたします。下段2の感染者の措置状況でございますが、重症化の減少も踏まえ、入院の中等症、また自宅療養がシェアを占めております。5ページの直近の感染者数ですが、8月20日に4000人を超えます状況から9月中旬以降、急激に減少し、直近でも減少傾向が続いております。4の感染経路では、感染経路不明が多い中で、引き続き家族内感染がウェイトを占めております。6ページでは、上段、第4波と第5波の新規感染者の状況を示しておりますが、オレンジ色の第5波は急激に減少している中で、すでに第4波後のボトムよりもさらに減少が続いていることを示しております。参考位置は、関西圏域におきます新規感染者数の推移でございますが、各府県とも同じ傾向での減少となっております。参考には全国の感染状況でございますが、全国すべてで直近1週間、人口10万人当たり5人未満となっておりまして、全国的にも落ち着いている状況となっております。9ページの別点の1の2は、各府県の対処方針に基づきます主な措置内容でございます。落ち着いている状況である中で、各府県とも引き続き感染対策に努めておられるという状況でございますので、後ほどご参照いただきたいと思います。また11ページの別点1の3につきましては、前回委員会を踏まえ、現在、関西広域連合で呼びかけを行っております、警戒宣言についての啓発チラシを作成をいたしましたので、各府県におきまして、啓発資材としてご活用いただければと思います。以上でございます。広域医療局でございます。13ページの別点2でございますが、各厚生府県市のワクチン接種状況や検査実績などを取りまとめております。1のワクチン接種状況でございます。11月14日時点で2回目接種率については、奈良県を含めたすべての府県で全年代において70%を超えており、20代、30代においては 65%、40代、50代においては 78% を超えている状況になっております。いずれにしても広域連合管内ではワクチン接種が進んでいる状況でございます。次に15ページをご覧ください。参考1として徳島県で取り組んでおります。ワクチン接種および検査結果を証明するアプリ、ライトパスを活用した技術実証についてご紹介いたします。徳島県では、地域包括連携協定を締結した損保ホールディングスと連携し、損保グループが開発中のアプリであるライトパスを活用し、国とタイアップしたワクチン・検査パッケージの実証実験において、スマートフォンアプリを活用したワクチン接種証明および陰性証明に取り組んでおります。国の技術実証の一環として、11月8日に実施いたしました健康を考える県民の集いというイベントでは、会場入り口でアプリ画面を見せることによって、簡単、迅速にワクチン接種の確認が行え、スムーズな入場につながりました。また、11月24日に開催予定のドリンクラリー2021という複数店舗による飲食店イベントにおいても、これを活用することとしておりまして、アプリ画面を見せることでスタンプカードになっている入場券を獲得することができる形を取ることにより円滑なイベント参加につなげていく予定でございます。次の16ページでは実際のアプリ画面を記載しております。画面の写真にあります通り、本アプリは接種記録、接種証明の両方に対応しております。クーポン配信や利用状況の集計が可能となっておりまして、飲食店など商店街を巻き込んだインセンティブ施策にも活用できる可能性があるのではないかと考えております。今回の国とタイアップした技術実証を踏まえ、アプリの利便性や有効性を検証し、12月から本格運用し、広く飲食店等での利用につなげていきたいと考えております。このようなアプリの活用をして、感染防止と経済活動の両立を図る取り組みを広げてまいる所存とでおります。小池医療局からの報告は以上でございます。ありがとうございました。それから平井知事会長がいらっしゃってますので、全国知事会の動き、よろしくお願いします。17ページのところに全国知事会の動きというふうに記してあります。11月の9日にはワクチン担当の堀内大臣に知事会の方から申し入れをさせていただきました。その時3回目のワクチン接種など我々の方から申し入れをしたんですが、先般返事がございまして、知事会の懸案ではございましたモデルナを小分けしてもいいと、
ということについてはそういうふうにするということになりました。また5から11歳の接種、これも認める方向ということであり、交差接種も認めるということでありました。ただこちらの方から申し入れておりますのは、やはりスケジュールをきちんと明らかにしてもらわないと第3回の接種の準備に滞りが生じると、また必要量を確保してほしいということ、あるいは今回モデルナを接種の対象として認めるということになり、それもかなりのウエイトでひっくるわけでありますが、これが現場でうまくいくかどうかということもあります。この辺は今後とも接種していかなきゃいけないテーマかなというふうに思っております。それから下の方にございますが、11月の8日新たなレベル分類、あるいは11月16日ワクチン検査パッケージ、これが分科会であり、12日には政府の方から全体像が示されたところであります。基本的には岸田総理は早期検査早期治療ということもおっしゃっておられまして、だいぶ現場の感覚にはすり合ってきたのではないかなというふうに思うわけでございます。で、私どもの方から例えばワクチン検査パッケージの無料検査ができなきゃいけないと、でこれについては措置する方向になってきたところでございます。また申し入れをさせていただいておりますのは、例えば無料検査の会場の体制づくりですね。でこれが都道府県の事務になったり保健所の方も関わっていくかもしれません。また登録につきまして、事業者の登録をこれ都道府県でやるということになります。こういうような手間があるのではないか、また市の方で保健所設置士とも関わってくると思いますけれども、市の方で、このワクチン、ワクチンの接種証明をしなきゃいけないと、でこういうようなことなどまだ解きほぐれてない課題もあります。今後も引き続き求めていく必要があるのではないかなというふうに思います。またワクチン検査パッケージは飲食イベント移動にどうも限定的な形になります。従いまして当初想定された学校だとかそうしたところは大々的にこれを適用するということからは外れてくる方向かなというふうに思っております。またレベルの設定については今回都道府県で決めてくれというところで専門家の皆さんがそこは結構強固でありました。でレベル1から2へ行く、レベル2から3に行くところにつきまして、当初は医療逼迫を想定していましたけれども、だいぶ現場の声を入れていただきまして、感染の状況等も考慮をしながら都道府県の方で判断してもらえばいいということになりました。しかし、丸投げなもんですから、じゃあどういうタイミングで行けばいいのか、都道府県境を越えてやはり影響し合うところもあります。ですからせめてガイドラインを示すべきではないかとか、ここから先は絶対にレベルを変えてくれとか、そういうものがあった方がいいということを申し上げましたが、結局ここは受け入れられていないというところであります。またまん延防止等重点措置、あるいは緊急事態宣言に伴う措置、これらなど弾力的な対策を都道府県の方で取れるようにしてもらいたいと、このことをだいぶ強く申し上げたところであります。若干ですね、分科会の中ではその趣旨も書き込まれましたけれども、基本的対処方針がどうなるかということに注目していかなければいけないと思っております。飯泉さんどうぞ。これは広域医療局担当としても皆さん方にも共有しておいていただきたいんですが、午後のこれから始まる議会の中でも実は質問が出ています。まず今平井会長から出た話のこのブースター接種、こちらについてのあり方、最初は8ヶ月間経ってからという話が今急に6ヶ月に前倒しになったということで、例えば NHK などを見ていても東京の23区、区の担当の課長がもうてんやわんやですと、8ヶ月間隔あったものが6ヶ月になってこれ大変なんですと、ああいう報道を見るともう当然8ヶ月が6ヶ月になったのが当然とこう見るんですが、実は厚生労働省から来ている通知はそうじゃないんですね。あくまでも原則は8ヶ月だと、そして非常に限定的にクラスターが出たとかそうした場合だけ6ヶ月ですと、しかしそういうことは一般に全然共有されていないんですよね。ですから、今日の質問も出てくるわけなんですが、こうした点についてしっかりともっともっと
広く広報すべきじゃないかといった点を我々は強く言うべきではないかと。そうしないと市区町村の皆さんも大変混乱をきたしてしまうと。これが1点です。そして2点目は交差接種、つまり今後じゃあ、まあ、前倒しをする可能性も含めてですね、やっていった場合にワクチンが足りるのかということになってくるんですね。当初は当然8ヶ月前提にやっていた。しかもこの8ヶ月の分についても例えばファイザーがほとんどなわけなんですね。医療従事者あるいは高齢者の皆さん方はみんなファイザー原則ですので、じゃあ交差接種がどうなるか。確かに15日の厚生科学審議会の中では交差接種認めるこのようには出た。しかしその今度は配分になって、じゃあ全部がファイザーなのか、だそうじゃないんですよね。モデルナを合わせて持ってくるということになってまいりますと、じゃあ交差接種まず認められるというかどうかというのをもっともっと広く PR してもらわないと困るということと、ただこの時におそらく多くの皆さん方はファイザーを望んでくると思うんですね。そうなった場合にじゃあ足りるのかと、いやいや足りない分はモデルナ打ってください、でも嫌だと言われた時どうするんだと。そして予防接種法上の接種主体である市区町村まず最優先になる。じゃあ都道府県はどういう役割に回ってくるのか、まあ、こうした点も今大きな課題となってきておりますので、ここもぜひ共有していただく。そして3つ目が今度は若い皆さん方へのワクチン接種。アメリカではすでにファイザー11歳未満 OK、 11歳以下 OK と5歳からですねなっているところですが、ようやく日本では薬事承認されたばかりと。そして今厚生科学審議会で慎重に検討していくと、まあ、このような形になっているんですね。じゃあ先ほど今平井会長から出た学校現場、じゃあこうした点が第6波を襲われた場合どうしていくんだ、あるいは保育所幼稚園どうするんだと、まあ、こうした点も多くの国民の皆さん方の不安が広がることとなりますので、このワクチン接種大きな実は今課題を抱えているところでもありますので、まずは関西広域連合として共有をしていく、声を上げるということと、そして今度は全国知事会あるいは政府主催の全国知事会ももう間もなく行われますので、こうしたところで各知事さん方からもしっかりと、また政令市の市長さん方からは市長会の中でもおっしゃっていただきたい。なんといっても予防接種法上の接種主体は市区町村でありますので、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。どうぞ西明さん。もう今お二人の知事さんの発言に尽きるんですけど、政府が最近出してますレベルとか全体像、それからワクチン検査パッケージ、方向的には我々が主張しているところが取り入れられているんですが、まあ、実際それを現場で運用していくとなると分からない点が非常に多い。今平井さんからレベルの話とワクチンもあります、あと検査の無料の話とかですね、まあ、明日の基本的対処方針でどこまで出るかということがあるんですけれども、まあ、そこでさらに現場の運用で必要なことは我々の方からですねきちっと示してもらうように強く主張していくべきじゃないかというふうに思っています。個別の問題には触れませんけれども、その点力を合わせてやっていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。よろしいですか。はい、どうぞどうぞ。西村さん、ワクチンのことに関してなんですけども、やはりその8ヶ月か6ヶ月かというのは非常に重要だと思っています。で、6ヶ月という報道も流れましたので、特に大阪は感染も広がりやすい、そういう状況の中で高齢者のワクチン接種は僕は早く進めていくべきだという考え方です。ですので、まあ、それを、まあ、元に準備でありいろんなことに、まあ、さらに着手したわけです。というのも韓国の状況を見てますと、まあ、一足先に冬が来ているわけですが、今非常に感染が増えています。重症者も増えています。ワクチンの接種は進んでいるけどもそうなっていると。で、慌てて今はブースター接種をしているのが今韓国の状況です。で、日本は今は非常に東京も大阪も全国的に落ち着いているのであまり大きな議論にはならないですけれども、いつ感染がまた急拡大するかは韓国の状況を見ているとわからない。とりわけ昨年は12月、1月に大きな波が来たわけですから、これは来るかどうかわからないですけれども、その可能性は十分あるという中で、このワクチンを8ヶ月か6ヶ月かっていうのは、非常に重要だと思うんです。もし大きな波が来た時にはより一層、今の状態が続けばそうじゃないかもしれませんが、その時に なんで6ヶ月だったのが、えら遅れてるのっていう話に、このままだったら僕はなると思ってる。だとするならば、これやっぱりきちんと国が8ヶ月から6ヶ月という情報が一旦出たけども、いや違うと。
これは8ヶ月なんだというのをきちんと国民に説明しなきゃいけないし、その理由も説明しなきゃいけないと思います。それがやっぱりなんか曖昧になってるんですね。で、僕も厚労省の通達見ましたけど、あれを見るともう8ヶ月ですよ。で、都道府県が何かで独自にできるもんでもないし、僕は市町村に一回わーって要請かけたんですけど、6ヶ月で行こうっていう、そこの準備までしてたんですけど、ね、何が足りないってなってたんですけど、いや、なんか見てみればなんかすごく巻き戻ってて、8ヶ月だよねと。で、都道府県なんか勝手にできるもんでもないと、まあ、極めて例外っていうのも、まあ、例外というか、あれを見る限りもう無理っていうようなことなので、まあ、それが例えばワクチンの数の問題とか何か物理的な問題があるんであれば、それは本当にクリアできないのかっていうのも当然あるし、そうでクリアできないんだったら、それをきちんと国民に説明しないと、やっぱり曖昧になったら良くないし、今6ヶ月で打ちたいと思ってる人からするとこの情報はスッと入ってくるので、もうすごく広がってますから、ここは本来は国において巻き戻すんであれば、あれはもう間違ってましたと、8ヶ月ですと、それを基準にやってくださいと。ただほんまにそれで8ヶ月なんかっていうのは僕は早められへんかなと思うんですけども、それをやらないとこの後波が来た時にリスクコミュニケーションが僕はぐちゃぐちゃになると思いますんで、ちょっとそこは広域連合からもしっかり言うべきだと思いますんで、泉さん委員の意見には本当に全面的に賛成です。日大の立場として市町村の立場としてお話をします。泉知事がおっしゃったこと全面的に賛成です。まずこの15日に6ヶ月可能自治体の判断でという報道が出てからですね、もうこの2日間昨日まで本当にてんやわんやでした。私からは自治体の判断できるようになったらもう6ヶ月やるべきだということで大号令かけて、職員もそれに向けて動いておりましたが、一昨日ですかねの夜の厚労省からの通知では6ヶ月という文言はありませんでしたので、これもちょっと申し切り直してですね、8ヶ月で今準備を進めていますが、ただ6ヶ月でできるのであれば、特に年齢層の高い、より高い高齢者の方、素早く接種を実施したいと思ってますので、まだ早められる準備というのは何ができないかということは実態としては今検討をしています。そしてもう一つは、まだ明らかになっていないことがありまして、集団接種のモデルナの扱いなんですね。職域接種に関しましては一定方針が示されていますが、例えば国が実施した自衛隊の大規模接種会場、そして府県が設置した大規模接種会場を今おそらく府県では実施する見込みはしていないと思いますが、それを自治体で受けるとなると、堺市のような政令市はある程度その受け皿というのはありますが、市町村が果たしてそれを受け入れられるのかどうか、そうすると広域自治体である都道府県と規模の小さな、しかも人口10万人以上の自治体が8割以上占めるこの日本ですから、そういうところに対してどういうふうな支援できるのかということをきちんと国が方向性を示していただかないと、このまま12月1月の高齢者接種に入ってしまうと、また大きな混乱になりかねませんので、こちらは市としても私たちとしてもできることをやっていきますし、ぜひ広域連合知事会の皆様でも議論していただけたらと思っております。以上です。よろしくお願いしますか。私もあれですね、最後はワクチンの数はあるのかなというのが、今年ですね、今年1年ものすごく苦労して、で大変な目に遭わされたっていうところがあるから、それをやっぱり一番熱心に取り組んでもらいたいなというような感じはありますね。でこれから知事会もあって、それから総理なんか出られる知事会もあって、ということになっとるんでございますけれども、広域連合でも意見集約しますかね。特にこのワクチン問題に関して、今の議論を踏まえて、集約して、それで今日は間に合いませんけど各厚生団体に諮って、でまとめてその要路に、都合の人が持っていくということでやっていきたいと思います。泉さん取りまとめやっていただけます。はい、それじゃあそのようにさせていただきます。はい、じゃあ次に行かせていただきます。それからちょっと議題ではありませんが、兵庫県で、抗原性の鳥インフルエンザの発生についての報告がございましたので、これは、広域防災局から、よろしくお願いします。
はい、お手元にあの追加資料という形で、月上に置かせていただきますので、ご覧をいただきたいと思います。鳥インフルエンザの発生についてご報告を申し上げます。昨日、今シーズン、国内では4例目、関西圏域では初となります、高病原性鳥インフルエンザが兵庫県の養鶏場で発生をいたしました。広域連合では、昨年度から警戒本部を設置しておりますが、各府県におきましては、新たな発生防止に向けまして、引き続き、警戒をお願いをしたいと思います。兵庫県での発生の概要でございますが、発生農場は姫路市、11月の16日に当該農場から通報がありまして、経過を経て、11月17日の9時に疑似完治と決定をいたし、殺処分を開始をしております。兵庫県では11月17日に対策本部を設置し、主な対応にございますように、自衛隊の派遣要請、また移動制限区域、搬出制限区域を設定した上で、現在、殺処分に取り組んでおります。括弧3、殺処分の状況でございますが、昨日、この表では、昨日5時現在で1万9500羽でございますが、本日、今朝9時で6万3000羽まで処分ができておりまして、約4割となっております。3番目の関西広域連合では、11月17日、警戒本部会議を開催し、厚生団体間で情報共有を行っております。また、関西圏域から家畜防疫員計7名の派遣が行われるなど、広域的な支援も行われております。裏面には殺処分の様子の写真等を添付をしております。昨シーズンも全国的に過去最多の発生となっておりますので、今年度、関西厚生府県におきましても、十分な警戒をお願いをいたします。以上でご報告とさせていただきます。はい、佐治さんどうぞ。はい、今、広域防災局長から話ありましたけれども、今回、兵庫県内でですね、いわゆる15.5万羽のですね、殺処分が開始するというところでございます。自衛隊から災害要請も、派遣要請も行ってですね、あと殺処分、それから周辺地域の移動の制限などですね、そういった徹底した防疫措置は迅速に進めているというところで、封じ込めに全力で取り組まさせていただいているというところです。また昨日、金子農林水産大臣、それから宮崎政務官にも面会させていただきまして、まん延防止、それから風評被害対策、そして財政措置などをお願いしたというところで、農水法相からもですね、党からもリエゾンの派遣いただいているというところでございます。あと家畜の貿易員ですね、いわゆる獣医師さんの派遣についてですね、和歌山県はじめ、奈良、そして徳島、鳥取県から、あと三重県もですね、それぞれ1名の派遣をいただいているということをこのまで改めましてお礼申し上げたいと思います。関西での今シーズン初の事例ということでございますので、できるだけ県内この箇所からですね、広げないということが何より大切だということで、感染ルートの分析とかですね、やりながらしっかりやっていきたいと思っております。各府県におかれてもですね、警戒を詰めていただいていると思いますけども、本県の対応状況ですね、随時情報提供共有をですね、しっかりさせていただくということが大事だと思っておりますので、その旨しっかりやっていきたいと思っております。また必要に応じて、人的物的なですね、大きなご支援もいただいておりますけども、また情報共有しながらですね、またお願いしたいなと思っております。よろしくお願いします。現場これからちょっと行きますけどもですね、やはり殺処分はガスで鶏を殺処分していくということで、かなり過酷な作業だということですので、対応している県職員、それから自衛隊さんにも感謝しつつ、メンタルケアもですね、しっかりやっていくということも大事だと思ってますし、そういったことも共有しながらですね、しっかりやっていきたいと思っております。あと1点、先ほど堺市長さんからあったことに1点だけ補足ですけど、モデルナのですね、大規模接種会場ですけども、実は兵庫県やるという方向で一応決定はさせていただいておりまして、2月目途でやるということ、椎谷町とちょっと話し合いをした中で、やっぱりご指摘の通り、椎谷町からでやっぱり不安な声もいただきましたので、県の方でやるということをやらせていただく、どこもないって話だったんですけど、一応そういう話になっております。はい、いずれにしても鳥インフルエンザしっかりやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。本当にお疲れ様でございますが、よろしくお願いします。どうぞ。モデルナの話がございましたけれども、臨時接種会場については国は都道府県に対する措置を延長すると、こういうことで今調整が進められているようです。したがいまして、また都道府県、そして市町村、役割分担をしながら、できれば医療従事者の皆さんは病院の方で接種してもらえばいいわけでありまして、
いろいろとやり方の工夫ができるんじゃないかと思います。共有していただいて、広域医療局の方で対応していただければと思います。それから今のこの鳥インフルエンザですけども、これ結構あの状況が変わってきていることをやっぱり我々も認識を改めるところが必要かなと思います。実は去年から傾向が変わってまして、そのカモ類に対して弱毒化しているわけですね。しかし家禽に対しては強毒のまま、それで鶏は殺すけどもカモは殺さないと。まあ、ですから今まで伝統的にこれは死んだ鳥、死鳥を見てそれを発見して調べてということだったんですが、なかなかこれだけでは実は見つからなくなってきていると。ですから環境水とかですね、それから糞便調査だとか、そういうのやっぱり手広くやらないと動きが見えないということです。でそれから関西広域連合のエリアにはもう入っていてどこにいるかわからないというのが実態でありまして、実は兵庫県だけの問題ではなくてもう全国の問題、今北海道から鹿児島まで来ています。まあ、現在のところの分析をですね、お伺いをしますと、実は H5N1 型というのと H5N8 型というのと両方が入ってきていると。でその家禽類で処分されたところも両方ありますし、つまりいろんなルートで、ロシアあたりで溜め込んだものがですね、それが複雑に入り込んできていると。で北のルート、それから中国、それから朝鮮半島を通じてこちらに入ってくるルート、まあ、これらが混在しているようでありまして、かなりちょっと厄介な状況だと思います。で非常に見つかりにくいので、結局農場をどう防御するかというやり方が重要でありまして、こうしたところノウハウなども含めてですね、共有していただいた方がいいのではないかなと思います。であと、合わせまして、今兵庫県で発生したということで、やはり餌の業者であるとか、それから、その他系列とかですね、関西の場合結構複雑にそういうものが絡み合いますので、そういう疫学調査の状況も、新型インフルエンザのように共有をしていただけるとありがたいと思います。大変レベルの高いお話であったなと思いまして、本当にそれぞれ持ち帰ってですね、もう一回タガを締め直しましょう。どうもありがとうございました。それではその次いきまして、関西脱炭素社会実現宣言、三日月議員からお願いします。はい、資料3ご覧ください。時間も限られてますので手短にいたしますが、背景は記載の通りでございます。この間議会や経済界等からも関西広域連合に対して、こういった取り組みについて、意見も出されていたことを受けて厚生府県市で調整してまいりました。関西脱炭素社会実現宣言として取りまとめてはどうかと、1枚おめくりいただきますとその案が書かれております。 COP26 で、グラスゴー合意もされたことを受けてですね、環境先進地域関西をアピールする、また2025大阪関西万博への弾みにもしていきたいと考えているところでございます。具体の取り組みはですね、厚生府県市の取り組みを後押しする形でやりたいと思いますし、少し整理した上で、関西広域連合としての統一キャンペーンなどもこの宣言を機にですね、さらに強化してまいりたいと考えておりますので、よろしくご対応お願いしたいと思います。私から以上でございます。本件いいですか。はい、それじゃあこれで宣言をしたいと思います。それでこの宣言を PR するためにですね、委員会終了後今の参加者全員で集まって写真撮影を行いたいと思いますのでよろしくお願いします。では次いきまして、デジタル化推進に向けた取り組みについて本部事務局からお願いします。はい、資料4をご覧いただきたいと思います。関西広域連合が取り組みますデジタル化推進の関係についてでございます。2点ございます。1点目が関西広域連合におけますオープンデータの取り組み等です。このオープンデータにつきましては厚生団体におかれてもその取り組みが順次進められているところでございますが、今回関西広域連合におきまして利用者のデータ収集の効率化などをさらに利便性向上を図っていくために新たな取り組みを始めるものでございます。関西広域連合デジタルゲートウェイ仮称ですけれどもの構築を図っていきたいと思っています。
この内容につきましては関西広域連合のホームページに新たに開設する2つのサイトで構成をしまして、一つが関西広域連合オープンデータカタログサイトの構築です。厚生団体が保有をいたしておりますデータを集約して関西広域連合のホームページで一括公開をするというものです。このことによりまして新たなサービスや経済の活性化につながっていくことが期待をされます。一括公開する対象データにつきましては公共施設一覧やイベント一覧など国が推奨するものから始めまして順次拡大をしていければと考えております。今年度中の開始を考えております。また括弧2の厚生団体オープンデータ等サイトですが、府県市をまたぎます情報収集やオンライン申請の円滑化効率化を図るために関西広域連合のホームページから厚生団体の関連サイトへ直接アクセスできるようにするものです。次ページですけども、その対象としましては厚生団体のオープンデータカタログサイト霊気集条例等の広報電子申請からまず始めて順次拡大をする予定です。11月中にも開始予定を考えております。そしてあの括弧の3がデジタルゲートウェイの簡単なイメージとなっております。それから次のページ2点目ですが行政デジタル化推進シンポジウムの開催でございます。今回厚生団体によります取り組む事例と知見の共有を図るためなどからシンポジウムを開催をいたします。日程は年明けでまだ確定はしておりませんけれどもデジタル庁職員を講師に迎えまして管内の府県市町村から行政デジタル化の取り組み事例を発表いただくという内容を予定しております。会議をオンラインでインターネットで中継をする予定です。以上2点関西広域連合におけますデジタル化推進にかかるこれからの取り組みです。説明は以上です。はい、ありがとうございました。あのデジタル化、どんどん進めないとやっぱり、まあ、日本はもちろんですが関西もあの取り残されたら大変ということでございますが、あのこういうふうにこう情報が一箇所に集まりますと、あのあこれはいいことやっておられるなというようなことがあの一目瞭然で分かるわけでありますので、お互いに切磋琢磨してですね、どんどん進めることができるんじゃないかと。まあ、第一歩だと思いますけど、それをあの強力にやっていきたいと思います。あの本件について、どうぞ、長寿さん。あの第一歩として、関西広域連合でオープンデータを推進することは有意義な取り組みだと思います。あの一方で特に中小企業の皆様におかれましては、あのこのデータをどう活用していいのか分からないという方が非常に多いと思うんですね。あのただあの公正自治体の情報をそこに置くだけではおそらく活用されないと思いますので、あの活用事例の明示などこうやって有効に使えるんだよということが あればよりあの効果的に進むかなと思います。今回来年1月2月でシンポジウムの開催も予定されているというお話でしたので、あのここでも例えばあの各自治体の事例だけではなくて、例えばあのこのデータを使ってこういうことができるんだよと、こうすればあの企業の取り組みであったりあの新しい、まあ、先進的な事業にもつながるというこのあの活用事例があればよりあのこの関西広域連合の発信の意義というのが増すと思いますので、ご検討いただきたいと思います。いや、あのその通りだと思いますね。あの特にあのシンポジウムの最後の丸に取り組み事例というのはこれどちらかというと提供する方の方から書いてますね。だからそれを利用していただいたときにどんなあの、状況であったかというような話が長藤さんがおっしゃったことだと思いますので、そういうことも含めてこのシンポジウムもちょっと改良してやっていきたいというふうに思います。他にございませんか。はい、それじゃあ次行かせていただきます。報告事項になります。北陸新幹線の建設促進にかかる取り組みについて、本部事務局からお願いします。はい、資料5をご覧いただきたいと思います。報告は2点ございます。1点目が11月26日に開催いたします関西広域連合京都府大阪府関西経済連合会が主催の建設促進大会と中央要請です。午前中に東京のホテルで大会を開催し、午後から中央要請を実施いたします。大会では沿線自治体選出の国会議員をはじめ関係者をお招きしまして開催をしたいと考えております。出席者の詳細につきましては現在取りまとめ中です。午後からは中央要請を行います。要請先など詳細は調整中でございます。連合庁京都府大阪府とともに強く要請を行っていきたいと思っております。
なお、2、3ページ後にパンフレットを添付しております。このパンフレットにつきましては、北陸新幹線の早期全線開業に向けた関西全体の盛り上がりのために、期待される開業効果などを内容として盛り込みまして、今回初めて作成し、26日の大会中央要請において配布してまいりたいと思っております。そして2点目が、次のページですけれども、11月の9日に実施されました福井県が事務局の大会と中央要請の結果報告でございます。連合庁京都府大阪府が出席をして、一日も早い税制開業に向けまして、財源の確保、環境アセスメントの丁寧かつ迅速な実施、施工上の課題解決、新大阪駅位置の早期確定、地方負担軽減、並行在来線には存在しないことなどを国等に強く訴えてきたところでございます。大会概要等につきましては記載のとおりでございます。説明は以上です。はい、ありがとうございました。この北陸新幹線建設促進同盟会に参加させてもらって、陳情なんかもやってきたんですけれども、だんだん流れがですね、大阪延伸の方へ、ここですらもう主力がそっち向いてきているということなんで、これは我々関西広域連合、あるいは厚生府県市みんなで本当に一生懸命やらないといかんなということが、今回の地方大会ということになろうかと思います。私はもちろん主催者ですから行かせてもらいますけれども、特に大阪府とか京都府の知事さんはできれば行っていただきたいなというふうに思いますが、まあ、どうぞよろしくご検討ください。他にございませんか。それじゃあこれで頑張りましょう。それで報告もう一つございまして、毒物劇物取扱者試験の実施について本部事務局からお願いします。はいはいはい、あれ、もしも、はい、資料の6をご覧ください。毒物劇物取扱者試験の実施でございます。試験日は12月4日、合格発表は来年1月13日を予定しております。会場につきましては6府県9会場でご覧の通りとなっております。出題形式等につきましては例年の通り、それから4番目出願者数につきましては、昨年度よりも増加しております。これは、一昨年度ベースに元の数字に戻ったというふうに考えております。で、5番目の新型コロナウイルス感染症対、感染防止対策につきましては、これは従来の試験通り、マスクの着用等の感染防止対策を徹底して臨んでまいります。説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。あと資料配布2つございますけれども、説明は省略です。オンラインシンポジウム関西新たなデジタルヘルスビジネス拠点への開催についてと、関西小学生スポーツ交流大会、タグラグビー大会の開催についてでございます。説明は省略させていただきます。で、以上でですね、広域連合委員会を終了させていただきたいと。どうぞどうぞ。すみません、情報提供だけなんですけど、お預かりしている琵琶湖で、水位がマイナス65センチになり、町内で連絡調整会議を立ち上げました。今後75センチになりますと渇水対策本部を立ち上げて節水のお願いをし、マイナス90センチになりますと取水制限等をお願いすることになります。渇水は2000、こういった65センチになったのは2007年以来、取水制限をもしお願いするとなれば2002年以来ということになりますが、一つの状況として、淀川水系、等で共有させていただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくご協力お願いいたします。ありがとうございました。それじゃあ、委員会はこれで終了させていただきます。はい、ありがとうございました。それではここからはですね、ご出席の報道の方からご質問をお受けしたいと思います。質問のある方は挙手願いますか。ご指名させていただきますので社名と氏名をお願いします。そしたら前の左の方お願いします。すみません、 NHK の佐藤と申します。
連合庁にお聞きしたいんですけれども、新型コロナの関係で、お話し合いの中で泉知事だったり吉村知事から新型コロナワクチンのブースター接種に関してその、政府により詳しい内容府県民に伝わっていないので説明をという声だったり、あと西脇知事からワクチン検査パッケージのさらに詳しい内容の説明をというお話があったと思うんですけれども、具体的に広域連合として国の方になんかどういったことをその要望されるのか大枠でいいのでお聞かせください。それを、今日の議論も踏まえて、泉知事に取りまとめてくださいねと頼んだところで、私が今喋ってしまうのはちょっとおかしいですよね。とても大事なことなんで、ちょっとマスコミに流れている情報と違うこともあるし、それからそれが正されたとしてもピシッといかないと、そこからあれですよね、実際の接種会場まで、うまく動かすっていうのはそれぞれの都道府県や市町村が一生懸命やらなきゃいけないことですから、そのところをちゃんときちっとやってくださいねというようなことは大事なことだと思いますよね。でそれを具体的にはこれから取りまとめて、もちろん発表しながら持っていきます、はい、取りまとめはこれからだと思うんですけれども、大体いつぐらいの目処でというのはありますでしょうか。で先ほど申し上げたように一番大きいのはやっぱりこの8ヶ月6ヶ月の話、それから交差接種、これをというそのワクチンの話ですね。でこれは我々都道府県というだけの話ではなくて、ここには政令市区長さんおられるわけなんですが、実際上予防接種法上は市区町村が実施主体ということになりますので、今市区町村が大変な混乱をきたしているというのは今ほど直司市長さんからのお話ということでもお分かりいただけると思うんで、NHK の報道でだいたい東京の23区やってましたからね。だからこうした点についてはやっぱり速やかに、で関西広域連合として当然出していくということと、これからまた政府の分科会があって今日は平井会長出席されておりますが、全国知事会としてもコロナ対策本部、これをやっていくのでおそらく多くの意見が出ると思うんです。そして今度は州が変われば今度は政府主催の全国知事会議、そしてこれは大きく2部に分かれて閣僚との意見交換と、そして総理との意見交換と、総理との意見交換最初に平井知事会長から言ってもらうんですけどね、こういったところがまず主戦場になってくる。ただその前に今もう顕在化をし、この午後の議会にも実は質問が出てくるんです。そういったことがあれば我々としては早急に取りまとめるということと、あと先ほど西脇知事さんから話のあったワクチン検査パッケージ、徳島でも4事例政府とともにやっていますが、やはりそうしたものを早く横展開していかないと、経済これ大変な今状況になっているので、とにかく早く対応していく、そして今度はブースター接種、あるいは私がさらに付け加えた若い皆さん方の接種ですね、11歳から5歳、こうした点も薬事承認が終わったところ、しかし厚生科学審議会では慎重に検討すると、アメリカはもう打つって言ってるわけですよね。こうしたところについてもおそらく知事会の方では意見が出てくると思いますので、まずこれだけのメンバー揃ってますから我々としては早急に取りまとめて、そして直ちにお出しをしていく、場合によっては全国知事会の場で関西広域連合、これまでもあったんですけどね、関西広域連合ではこうした意見ですということを例えば私から言うということもありえますので、とにかく一番効果的な時、ここに打たせていただきたいと考えています。ありがとうございます、はい、他にすみません、もう一点だけお聞きしたいんですけれども、もう一点、あ、はい、もう一点だけ連合庁にお聞きしたいんですけれども、引き続き新型コロナの関係で感染再拡大警戒宣言、同じ内容を引き続き呼びかけられるということなんですけれども、多分年末年始を控えるこの時期に改めて呼びかけられる狙いをお聞かせください。これはですね、今ちょっと収まっておりますよね。でその今後どうするんだっていうのは政府でもだいぶ議論が進んでいて、でこの議論の進み方プロセスで平井知事会長を先頭にですね、我々の意見を結構入れて、それでだいぶその政府の対応を修正してもらったっていう経緯もあるんですね。でもともとはその分科会の案らしきものっていうのは出たときには特に医療逼迫のところだけ注目して、
もうそこだけ考えたらいいでしょうというような感じが若干あったんですが、そうすると感染拡大しちゃって、最後はそこのところにわっと負担がかかって、でそこのところも突破されるという可能性があるから、あんまり医療現場のところだけを考えるというのはおかしいですよねと。で一方人流それから行動変容だけずっとここ半年間ぐらいそればっかりやってたような気がするんだけど、それもそれだけじゃいけませんよねという話をしていたら、随分政府の方もその検査か、保健所機能の拡張、それから病院、そういうこと、それからお薬ですね、そういうことについてもいろいろ配慮して対策を進めようというふうになりつつあるんで、それは私は大筋としては評価してます。でそういう前提で我々はだからといって油断してはいいっちゅうもんでもないから、ここに書いてあるところぐらいはですね、一番初期から、それぞれ心してやっていって、感染があんまり増えないようにしましょうねというのが我々の趣旨であります。はい、他の方で質問のある方ございますか。お願いします。どうぞ。すいません、すいません、京都新聞の上口と申します。吉村知事にお尋ねしたいんですけれども、最後の報告事項で上がりました北陸新幹線でですね、計画上最後新大阪方面に駅が作られるというところで、その手前で、京都府をですね、路線が引かれる中ではかなりトンネル部分がですね多くを占めて、環境への問題が今配慮がですね指摘されているんですけども、新大阪までできるにあたっての、経済効果への期待とですね、並びに環境へのですね配慮の点について、どのようにちょっと現状お考えか教えてもらえますでしょうか。まずこれは京都の中でトンネルが非常に多いという点で、とりわけ京都の府民の皆さん、地域の皆さんの理解というのが非常に重要になってくるだろうというふうに思っていますので、そこは京都府と連携して進めていきたいと思っています。まだ駅の位置についても、それから計画についても、まだまだ見えないところはありますけれども、今の段階で具体的に言うことはなかなか難しいですが、環境にも配慮しながらですね、ただしっかりと地元の理解も得ながら、ただ経済効果は非常に大きなものがありますから、令和5年の当初に着工して敦賀新大阪間が早期に開業できるように目指していきたいと思います。はい、他にございますか。はい、なければこれで、記者会見を終わりたいと思います。続いてですね、記念撮影に移らせていただきたいと思います。ちょっと準備しますので、委員の方々ちょっとお待ちください。
よろしいですか。もうよろしいですか。はい。二人で。二人は。よろしいですか。はい。